今年のスローガンは秋の道、ゆとりとマナーで事故ゼロへ。今年は去年に比べてけが人は減っているものの、死者は37人と横ばいです。特に車と歩行者の事故が増加しているため、県警は夕暮れ時の早めのライトの点灯や歩行者に反射材を使用するよう呼びかけました。出動式ではChibi Unityがダンスパフォーマンスを披露し、警察官にエールを送りました。力強いパフォーマンスを今回は意識をしてやらさせていただきました。ドライバーの方は歩行者を優先させるようなですね、思いやりを持った運転に努めてもらいたいと思いますし、秋の交通安全運動は今月30日までです。